さて、前回は、まあ、ハグスについてというか我々の自己紹介に終始してしまったという対談になったんやけども、はい、今回の話はじゃあちょっとカンボジアについて、まあ、お話をしてもらいたいなと。で、ジローちゃん今結構日本に年何回ぐらい帰ってるんだったっけ？大体、まあ、5、6回ですね、去年なんかも。はい、でそこでそのカンボジア進出セミナーみたいな形で、はい、まあ、いろんな人に話してると思うんやけども、はい、まあ、やっぱりその今ようやくカンボジアのこうテレビ番組がいろいろ出てきたりとかしても、うん、ね、はい、かつやっぱり世間のイメージっていうのはどうなん？いや、まだまだ地雷と貧困と、うんうん、というイメージが強いですよね。強い。そういうビジネスチャンスなんかがあるなんていうのはもうほぼ知られてない、ね、知られてない。はい、でやっぱりそのほら人づての紹介で、はい、その中小企業のオーナーさんに会ったりとか、セミナーに来る人はもちろんそのカンボジアにも目があるんじゃないかという、はい、ある程度の予備知識を持って来る人たちなわけ、はいはい、それでもやっぱり二郎ちゃんはこの人ら全然分かってないって感じるぐらい違う。それは全然知られてないですよね。伝わってないですし、はい、カンボジアの現状っていうのが、うん、やっぱり日本 の、 そのテレビなんかでもやっぱりまあ取り上げられてるっていうのは、うん、まだその貧しいカンボジアの人たちを取り上げた番組だとか、うん、そういうのがまだまだ多いと思うんで、それはそのメディアを通してこういうカンボジアのこの光の部分というか、こういうビジネスチャンスっていうところに関してはまだ全然やっぱそういうものもないと思いますし、はい、ちなみにアンコールワットはカンボジアにありますけど、皆さん知ってんのかな？それすらももしかしたら別だと思ってる人も多いでしょうね。アンコールワットの方がある意味知られてて、はいはいはい、そことカンボジアがつながってないでしょうね、はいはいはい、多くの人は、はい、なるほどね。そのじゃあやっぱりその最初カンボジアでビジネスをしましょうなんていうような問いかけをした時の皆さんの反応っていうのは、その何ができるのっていう感じなの？そうですね、はい。逆にそういうお客さんに対してさ、まあ、ちょっとここからはカンボジアの売り込みの話をしていってもらいたいんだけど、はいはいはい、どういうふうな話からこうアプローチをしていくと皆さんそのカンボジアに興味を持たれるというか、はいはいはい、まあ、でもそのやっぱり今カンボジアっていうのは一つ、まあ、まず日本人としてですね、非常に親日の国ですよね、うんうん、カンボジア、まあ、最近その、うん、中国、チャイナリスクとか、うん、はいはい、まあ、反日の、まあ、ああいうのもまたメディアでいろいろこう取り上げられている中で、うん、非常にこの国は親日の国ですと、はいはいはい、で ODA なんかも、うん、その日本が一番ずっとカンボジアに対して出してきて、はいはい、その日本のお金でたくさんのインフラが整えられ、うん、道が整備され橋ができて、でそういうものに対して非常に感謝をしてもらって、まあ、感謝の気持ちを持ってくれてるカンボジアの方も多いですし、はい、まあ、それはもう僕も日本人として日本企業としてこっちで2年今日やらせてもらって非常に今も強く感じる部分で、当初から思ってる日本に対しての親日な感情っていうところが本当強いなというのは本当、まあ、強くなる一方ですしね、まあ、それは本当大きいと思いますね。まあ、あとはそのじゃあ実際ビジネスをやる上で、うん、その例えばまあ、ここはビザがその住む上で必要なわけですが、はいはい、まあ、海外は大体、まあ、その住む上ではそのビザが必要なところがある中で、うん、まあ、1日で1年住めるビザが取れてしまうとか、会社をやる上でその 100% 独資で会社を設立できるっていうのも非常に大きいです、うん、これその、はい、まあ、我々カンボジアやってるからむしろそれが当たり前な感覚で言ってるんやけど、はいはいはい、実際その他の国と比べたら例えばどうなんだろう、今をときめくシンガポールであるとか、まあ、お隣のベトナムとかタイとかっていうあたりと比べると、はいはい、ベトナムタイあたりも基本的に現地のパートナーが必要で、はいはいはい、現地の方、現地企業が 51% はやっぱり持たないと、はいはい、会社すら作れないっていうところも多いわけですしね、これは非常に本当に大きな部分ですよね。はい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 、はい、あとはその、まあ、ここは US ドルが9割以上、まあ、流通してるわけで、まあ、普段の生活は US ドルだけで、大丈夫なわけですけど、まあ、ここで得たその収益、まあ、お金をですね、
国外に持ち出すのが無制限で OK でっていうのも非常に大きいですよね。まあ、これもお隣ベトナムなんかは入ってくるのはウェルカムですけど、はいはいはい、結局持ち出させないっていうのが非常にいい。まあ、それもますます厳しくなってますから、まあ、そういう面でも、まあ、ここを拠点にここで US ドル建てでビジネスをして得たものをさらに国外に、うん、まあ、もちろん日本も OK だし、うん、っていうのができると非常に大きいなと思いますよね。なるほど。ということは、はい、ビザ自由、はい、100% 独自で簡単に会社が作れて、はい、で US ドル建てで仕事をして、はい、儲けたお金を持ち出して OK、はい、っていうところはこれはまあものすごく魅力、魅力ですね、ビジネスやる上で、はい、あとそのチャンス的なところっていうのはどうなの。まあやっぱり多くの人はさ、はい、カンボジアイコール、まあ、俺もカンボジアに来る前はそう思ってたんやけど、まだまだボロボロで、はいはい、なんかもうその家も何もかもズタボロで、はい、ともすればインターネットあるのとか、はいはい、なんかまともな食べ物食べるとこあるのとか、はいはい、あのほぼサバイバル生活っていうイメージで思ってはって、そのサバイバル生活の中でこうビジネスやっていくっていうようなぐらいの、はい、うん、ものを想像してはると思うんだけど、はい、例えばその状況だったら、はい、いくら 100% 独自で会社ができたってさ、はい、ちょっとなかなかハードル高いなと思ってはると思うんだけど、 そのあたりはどう。まあ、そもそも僕も今家族で、うん、あのまあ首都のプノンペンに住んでるわけですけど、はいはいはい、本当に環境もいいですしね、まあ、コンドミニアムに住んで、まあ、家具家電ついて、うん、で、まあ、コンドミニアムだからちっちゃなプールとかジムもついて、うん、まあ、あの街のど真ん中にまあ大体1000ドルぐらいのところに住んでますけど、うん、まあ、ネットも Wi-Fi フリーで、うん、スカイプとか日本のお客さんとつないだりしても全くストレスなく、うん、スカイプもできますし、うん、ネット環境も本当にいいですしね、うん、で子どもの教育環境なんかも、まあ、インターナショナルの幼稚園に行かしてますけど、うん、結構いい、いい環境で、うん、のびのびとすくすくと今育ってきてますし、まあ、その住環境ももう全く不自由ない、いい環境がありますんで、はい、まあ、それはなんか多分世間の人はそれを言うとイメージとしてはさ、サバンナの中に何か何頭かだけコンドミニアムが建ってて、はい、でその外国人が行く幼稚園だけ豪華で、はい、あとは何かもう、 あのこうバラック建てみたいなイメージを持ってあるんじゃないかと思うんだけど、はい、プノンペンの街全体のイメージとか、あとはカンボジアの国全体のイメージっていうのはどんなイメージで。まあ、特にプノンペンなんか本当に今高層ビルもどんどん建ち始めてきて。うん、でまあ、高級レストランなんかもどんどん今できてきてますしね。目白押しよね。あ、まあ、そこ、まあ、レストランなんかだったら、まあ、その去年オープンした、うん、あの寿司レストランなんかが、うん、2ヶ月目で売り上げ13万ドルとか、まあ、大体1300万円ぐらい。こう日本でもそんな売り上げてるとこないよね。はい、なまあ、あるけど、はい、そんな簡単じゃないよね。そうですね、うん、そういうやっぱ日本人が今そうビジネスをして、まあ、飲食なんか分かりやすい部分だと思うんで、うん、それだけの売り上げ上げて、うん、まあ、それこそ半分ぐらい利益ですからね、うん、きちっと、まあ、その円建てで見ても高い利益を出してるお店なんかもどんどん出てきたりですとか、うん、その、はい、そこに来る客層っていうのはどうなの。やっぱり外国人だけでカンボジア人はまだまだ貧乏なの。あのカンボジアの富裕層もすごい多いですよね。カンボジア人の富裕層多分誰も想像つかへんと思うんだけど、どんな一般的にカンボジア人の富裕層とか、はい、どんなイメージ、例えばライフスタイル。でもはっきり言って相当金持ちですよね、カンボジアの富裕層。まあ、ブノンペンなんかも、まあ、今シェムリアップなんかも、うん、まあ、増えてきてます。やっぱ高級車、うんうん、まあ、トヨタ車なんか一番やっぱこの国では多いわけですけど、はいはいはい、まあ、レクサス、うん、なんかがバンバン走ってたり、うん、まあ、もちろん外車なんかもベンツだ、うん、あ、レンジローバーだ、まあ、いろいろそういうのも増えてきてますしね、うん、はいはいはい、やっぱりその半端ない金持ちはたくさんいますからね、うん、はい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 。でそういう富裕層がどんどんとこうお金を使い出してるっていう、そうですね、感じよね。まあ、富裕層だけじゃなくて、まあ、その中間のその、うん、そう中間層の人たちも、うんうん、やっぱり今新しく出てきてるその外国のレストランだとか、はい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 、まあ、そういうものにも興味を持ってお金を使い出してますよね、うん、はい。じゃあやっぱりこうまとめると、はい、まずカンボジアっていうのは非常に親日である、はい、これが大きな部分であると。 でそこに対してビジネスチャンスというのは、無限に広
広がってる、まあはい、そのみんなが思ってるサバイバルなビジネスチャンスではないわけですよね、はい、で住環境も非常に良くて、はい、でローカルの人たちがどんどんとお金を持ち出してると。でそこに我々が乗り込んでくるには、まあ、ビザは基本的に1年間のビザをフリーで、まあ、フリーで、はい、あのお金がフリーではないけども、はいはい、あの条件的にはフリーで取れると、はい、でそれから、米ドル建てでできるし、それから会社は 100% 独資で作って、はい、儲けた金は外に持ち出し放題、うん、まあ、非常に有利よね。そうですね、うん、はい、じゃそういう人にこれからもどんどんと来てもらうようにう、ね、はい、ハグスも頑張っていきましょう。頑張っていきましょう、はいはい、皆さんもぜひお待ちしてます。お待ちしてます。